はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。これ相当面白いニュースですね。今日はザパタコンピューティングの調査、企業における量子コンピューター導入の関心度っていうところでアンケート結果が出てます。これ一個ずつ見ていきたいと思います。まず導入状況ですね。取り残されないためには導入が必要かどうかってですね。でこれですね、対象は年間の売上高が300億円以上、そして量子コンピューターだけじゃなくてコンピューターに対する予算が年間1億2000万円以上ですねのグローバル大企業の経営者300人に対するアンケートというふうになっています。導入に対して取り残さないために量子コンピューターを導入しなきゃいけないというのは 74%、 導入済みというのは 24% で、導入予定が 24%、 導入済みが 29% で、予算持ってる、1億円以上の予算を持ってるのが 28% です。まあ、被ってとこあると思うんですけど、まあ、こんな感じになってますね。で、量子コンピューターを導入している企業の割合、米国 36%、カナダと中国で 32%、ドイツ 29%、フランスと英国が 27%、日本が 24%、でインドが 16% です。日本かなり遅れてますよね。QC、量子コンピューターを導入している企業上位報酬は、モビリティですね。そしてプロフェッショナルサービス、ちょっとこれ分かんないですね。でテレコムメディア、メディアと通信ですね。あと技術、科学、技術サービス、そして金融ということですね。なんで、まあ、モビリティ関連や金融とかメディアとかですね、まあ、その上位ですね、まあ、特にコンピューティングで重要なところが、まあ、採用しているという感じです。で、動機なんですけど、当たり前ですけど、業績向上と人材育成ですね。あと先行者利益、あと競合への遅れを取る懸念ということです。あとは、まあ、96% の企業がパートナー給が必要ということで、まあ、非常にですね、まあ、大変と。はい、であとはまあ一番のですね、導入最大の要因、阻害要因というのは 49% は複雑さということか。なんで、これすごいアンケートだと思うんで、まあ、ちょっとリンク貼っときますけど、まあ、基本的には日本はちょっとこれ見てちょっと遅れてますね。なんで、企業は導入、別にうちは絶対導入しろって言ってるわけじゃないですけど、うちの方はですね、基本的にはそういった大手企業がですね、量子コンピューターを導入したいって際に、量子コンピューターの開発環境と、そういったサポートを提供している企業なんで、まあ、取引先は名だたる大企業ですね。ほとんど大企業なんですけど、まあ、普通にベンチャー企業やったらこんな大企業取引してくれないんですけど、まあ、もう日本、それこそ売上超単位の大企業がいっぱい取引してくれてますね。はい。なんで、まあ、こういった量子コンピューターですね、対するすごいハードルって非常に高いですね。もう半分以上は難しいって言ってるんで、かつですね、今後もどん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 難しくなっていくんで、冷却原子とかってめちゃくちゃ難しいんで、まあ、ちょっとやばいんじゃないかなと思うんですよね。で、今はまあ量子アニーリングとか量子ゲートの IBM とかってやってる企業さん多いと思うんですけど、まあ、あれってすごい簡単なんで、まあ、すごいそんなに難しいことないと思うんですけど、今はイオントラップとか冷却原子とか、まあ、光連続量とか、光、デュアルレールの光量子ビットとかですね、測定型量子計算とかって、どん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 ですね、覚えなきゃいけないこといっぱい山ほど出てるんで、まあ、ちょっと企業導入っていう観点で見ると、まあ、結構お客さんでもきついっていうお客さん、ちょっとやっぱ時々いるんですよね。やっぱ人数増やすんですけど、なかなか大変っていう話も聞くんで、まあ、どれだけ高校のあたりですね、阻害要因で複雑で難しい、そしてまあトレンドがかなり読みづらいっていうところをまあ簡略化して、まあ、企業がですね、導入しやすいようにしてあげるかってところは結構重要かなと思いましたんで、まあ、これ自分で喋ってて、やっぱマウスで簡単に使えるような、そういった簡単ツールっていうのはまあかなり重要性高いかなと思いましたんで、今後もですね、量子コンピューターのこういったですね、まあ、アンケートはかなり重要だと思うんで、まあ、ぜひですね、リンク欄に載せとくんで見てみてください。今回は以上です。